ラーメン持ってきてんけどな。ラーメンもそれで作る。別にこれで作れる。これちょっとおやつ持ってきたけどな。ゲッ。この外で食べたら美味しいで。なんか意外と焦げつかへんねんな、これな。これ100均で買ったやな。これが外で食べるとうまいね。もう油があれやな、きつの次だからここに対比します。綺麗に開けてる。冷えブロックだ。これ何もでもいけんな、これヒレブロックで、こっちロースちゃう。あれ、これブロックと見せかけて実は、なんか薄いのを折りたたんでブロック状にしてる。美味しいのには変わりないです。Yes。いきなよ。はい、行きます。これラーメンいりますね。かつ味が違うね。おいしい。ちょっと待ってよ。いやー、ちょっと甘すぎる。最高やろ。また来ようってなるやろ。また来ようってなる。あっつ。これ熱いだよ。これ持てんね。これを。出前一丁した。あれ。全然あかんな。なんやその可愛いやつやで。え、ピカチュウの。な。隠してたやつ。ピカチュウがついてるだけで買うっちゃうな。思わず買ってしまった。あれ、水多かったかな。うん、アクちゃんと同じ車やバイク。多いんじゃないですかね。ほんま？もう、もう？もういいと。はい。みんな、美味しそうだね。そこで食べる。スプーン忘れたな。え？これでいいんじゃん。汁をほら、すくうやつは。あ、汁ね。そうか。ああ。オッケー、そんだけでいいで。こんだけでいいの？うん。でもそんな、うん、それで半分ぐらいじゃん。マジっすか。うーん、多分そんなもんやろ。そんなもんじゃないですか。警察に来たの。いや、
あ、いいわ、この風いい、最高。ありがとうございます、風、ありがとう。はい、ありがとうございます。ちょっとコーヒーにラーメンの味が入りますね。ちょっとウェットティッシュください。ありがとうございます。外で食べたら味に敏感になると思わへん、うん、なん、うん、神経が味に集中するのかな、うん、こんな箸も今買えません、高いし。割り箸でいいかな的な、うん、こだわって買ってたのが、だその物欲で発散してたっちゅうか、そういうとこじゃろうね。いろいろコンロ買って結局これに行き着いたもんな。これはコンパクトでいいよ。これに入るもんな、うん、ジジもすごいでっかでっか音でラジオ鳴らしてるから、うん、なんかね、母ちゃんも山で働いてる時はなんかラジオかけてた。あた。やっぱ背もたれがあるからくつろげるよね。うん。何もないのよ、ね。そう。この椅子を音一番好き。確かに。リネックスのあのもう一つ背の高いやつはあのええねんけど大げさなんと、うん、傘も十分だって。うん、これほんで小回り効いて、うん、十分十分背もたれもいける。あんま砂糖入れへんかったよかった。ミルクだけにしよう。市販のやつ甘やろ。あんま基準がね、もうあのね、ちょっとミルクだけでいいね。こんなもん食べるで、これ。うん、どうぞ。